どうもこんにちは、劇団スカシのゆえです。ということでね、始まりました。本日も私ちょっと一人なんですよね。というのも、今日も前川健二さん、そして大塚の達也さんがですね、メインチャンネルのね、動画のちょっと編集をしておりまして、疲れてると思うんでね、今日は甘いホットサンドをお二人に作っていこうかなと。めっちゃ簡単。甘いのちょっと俺であんまりうまいかわかんないんだけど、材料が少ないからできるんじゃないかなと思ってるの。まずね、みかんね、ちっちゃめやつ2つと水切りヨーグルト。私はこのギリシャヨーグルトっていうのがね、あの別名、あの水切りヨーグルトのことらしいんで、それをゲットできました。オイコスとかでもいいらしいですね。あとクリームチーズ、これもね、僕が見たサイトだとキリのチーズ2個分だったんですけど、まあまあいいだろうということでやっていきたいなと思ってるんですけども、水切りヨーグルトをね、 200g って書いてあって、それ見落としてたの。そしたらね、これね、これ110なのよ。クリームチーズの方はキリのチーズ2つって書いてあったから、多分1つ 18g なんで 36g あればいいんですけど、まあ 200g もあると、これは問題ないんですけど、材料これとこれしかない、もうこれとこれとこれしかない中で、そんなにグラム違くてちゃんと美味しいのできるかなってめっちゃ不安にはなってるんですけれども、これとこれを混ぜ合わせてみて、味を見て美味しかったらいいんじゃないと思って、てかうまそうじゃない、このね、クリームチーズとヨーグルトでヨーグルトクリームみたいになるらしくて、俺の予想だとちょっと、なんて言うんだろう、今ヨーグルトの甘さもあるんだけど、クリームチーズのちょっとしょっぱみ、塩味みたいなのが加わって、でまたそれがフルーツと合わさっていくっていうので、これ俺の好きな甘じょっぱい系になるんじゃないと思って、でちょっと楽しみです。なんでちょっと作ってみたいと思います。早速やっていきます。今日やるのはみかんのホットサンドでーす。まずギリシャヨーグルトを入れて、とりあえず 110g は全部入れていっちゃいたい、入れていっちゃいたいなと思ってます。はい、ギリシャヨーグルト 110g、 この後ですよね、クリームチーズを多分なんかちょっと多めにして、うわー、なんかめっちゃうまそうや。だいたい 36g だ、40としちゃって、これ 80g ぐらい俺もうクリームチーズ入れちゃおうかなと思ってるんです。ちょっと味の具合が分かんないんでね、だから今もしかしたらスイーツ得意な人はバカかバカかって画面の向こうで言ってるかもしれないんですけど、混ぜていきましょう。これクリームチーズってすごい好きで、クリームチーズってすごい好きで、すげえ好きなんですよ。混ぜるとこんな感じになりました。ちょっと味見してみます。うまい。ちょっとチーズ、クリームチーズの味ちょっと強いけど、俺はいいんじゃないかなと思ってますんで、これでいきましょう。はい、続きましてみかんを2つ剥きます。はい、これを半分にしますよね。半分にするだけで、そのまんまこうパンに乗っけていくんですって。こちらの作ったヨーグルトクリームを次はパンに塗ります。こう塗りたくるらしいです。うまそう。はい、塗りました。でもホットサンドメーカーの上に置きます。で、ドンドンでこう置いて、ギリギリだけどこういう感じでもろみかんをボンと乗っけて、でこの隙間をもうクリームチーズを入れまくって埋めていくんだと。なんか楽しいですよね。今こんな感じです。で、上にこう乗せる方のパンにもクリームチーズを塗ります。ヨーグルトクリームかを塗ります。で、これを上に乗せますと。面白い。これで早速焼いていきたいと思います。すごいなこれ、閉じる、閉じれる、ギリギリ閉じれたんですけど、ちょっとやってみます。さあ、もうこれあとはもうほんと待つだけなんで、もう皆さんにすぐに完成をお見せしましょう。さあ、うまくいっているのか、完成したのがこちらです。どうぞ。はい、そろそろできたっぽいので、皆さん一緒に見ていただければと思います。なんかさ、クリームチーズとかさ、ヨーグルト入ってるからさ、ドロドロになるかと思ったらそんなになってないっぽいんですよね。じゃあいきますよ。パカ、うわー、うまそうに焼けました。ホットサンド本当楽しんでおすすめですよ。今更かって言われるかもしれない。あ、裏もめっちゃうまくいきました。切った時に普通のサンドイッチのフルーツサンドみたいにめっちゃ綺麗な形してたんですよ。僕が見た生地ですと綺麗に切りたいなと思ってるんですよね。はい、じゃあこちらちょっとカットしていきたいと思います。いきます。あ、いつもと切ってる感覚が全然違う。なんかジューシー。さあさあ、どうだろうな。いきますよ。今日の断面図はすごい楽しみだ。せーの、断面図。超うまくいった。すっげえ、見て、
超美味しそう。でこれさらにね、僕が見たのはこれをもう全部半分に切るとこっちにもねみかんが出てくる。やってみます。うまくいった。これできたです、できたです、できたです。はい、完成です。今日はクリームチーズの配合失敗してる可能性があるんで、先に私ちょっと一口いってみたいと思います。うまいのかな、こちら。いただきます。うまいかも。思ったより全然甘くない。うん、うまいかも。もう一回、ちょっと味が難しい説明が。これうまいぞ。うまいな。もう、うん、マーマレード全部みたいな味がする。酸味がね、ヨーグルトとこのクリームチーズの酸味とちょっとだけ塩味もあって、あんまり甘くないんだけど、みかん自体が甘くてうまいから甘さもあって、デザートとデザートかな、食事の間みたいな、あったかいみかんがまたうまい。糖度が増してクリームチーズも多めに入れたから、クリームのとこがっつりいくとちょっと塩気があって結構うまい。スイーツだと思って作ったんだけど食べ応えもあって、なんだろう、この間の動画でさ、うまいしか言ってなくて味を伝えてなかったから、ちょっと伝えようと思って始めたんだけど、めちゃめちゃ難しいんで、2人に食べてもらって感想を聞きたいと思います。じゃあ2人に持ってきます。食べてくれるかな。達也さん、すいません、よろしいでしょうか。はい、お、なんかめっちゃうまそう。あ、やべ、達也さんが全部ボケする。ボケはやめてよ。みかんのホットサンド、これ美味しそうだね。食べてみて。綺麗にできたね。いただきます。はい。食べたことない味するよね。思ってた味と全然違った。あ、クリームだと思ってた。クリームだと思ってた。ちょっと生クリーム、ま、そう思って食べるわ。これクリームチーズだ。クリームチーズとヨーグルトが入ってる。これはあんま美味しくない。俺結構美味しかった。ちょっとクリームチーズの量が多かった、うん、だからしょっぱいが強くなりすぎちゃったから、うん、そうだね。サラダあるじゃん、うんうん、クリームチーズのサラダに、うん、なんかあの果物が入ってる場合ってあるじゃん、うん、あれに近い、サラダに近い。だからそのサラダがパンに入れられてると考えると、なんかちょっと違う。ごめん、言うこれ違う。いや、久しぶりに出ましたね。違う。うん、うん、俺は苦手。じゃあその編集な、何は風船。ちょっと編集の疲れを、うん、甘いので取ってあげたいなと思って作ったんで、うん、甘くねえんだよ。気をつけてね、今後は。え、今後は気をつけて。何してるんですか。いや、パンのカスこっち。そう、出すなよ。頑張ってください、引き続きメインチャンネルの編集。ああ任せて。ゴミ拾っといてください。オッケーです。ありがとうございました。じゃあ、最後の顔。ボケてるね。さあ、ケンちゃん、今日は食べれるかな。前川さん、すいません。あれ、今日もなんか問題起きてるかな。ちょっと開けてみる。すいません。どうしました。あ、すいません。はい。先週でお疲れのところ、あら、あの甘いホットサンドでやったー、癒してほしいと思ったんですけど、先達也さんに食べてもらったら甘くないみたいです。美味しいので、これだからしょっぱめなものなんで、クリームチーズが入ってるんですよ。へー、そっちのものだと思って食べてね。そっちのもの、うん、甘い、そのこれ生クリームだと思って食べると、あー思ってたのと違うってなる。確かに。いただきます。あったかいみかんです。ちょっと距離を取ろうかな。やっぱダメか。お腹空いてたんで、ありがとうございます。そのお腹たまりゃ何でもいいみたいな。美味しかったです。ホットのみかんって食べたことなかったんで、やっぱり初めての味でした。じゃあなんかごめん、今日はなんか甘いので癒してあげたい。あ、でもお腹満たされた。いや、よかったな。はい、今週何でもいいんだ。いや、ありがとうございました。メイチャンネルの編集頑張ってください。あ、頑張ります。はい、いやそっか。お邪魔しました。あ、
何しに来たんだよ、もう一回。何しに来たんだよ。ちょっと寂しくて。本日は失敗です。僕は美味しかったんだけどな。何がダメだったんだろう。分かんないな。はい、ということで、今日はですね、劇団員2人が今編集で疲れているだろうということで、甘いもので癒して、行こうということで、みかんのホットサンドを作ってみましたが、まず甘くないということで、癒すことはできずという結果になりました。ありがとうございます。前川さんのお腹を満たすことはできたということで、あの人がバカ舌で、本当に今日は良かったなと思っております。まあ何が悪かったのかな。何にも失敗してないんだよな。私はこれを食べますね。こう塗って、まあ確かにみかんを乗せる必要ないかもしれない。クリームチーズいいかもしれない。これだけ塗ってた方が美味しいんじゃないかな。ヨーグルトはヨーグルトで食べてさ、みかんはみかんで食べる。